じゃあ行きましょうか。マクトデラックスさんからの取り寄せ。はい、米屋食品の数の子ソーラン漬け。松前漬けは北海道の名産ですが、函館米屋食品のソーラン漬けは一般的な松前漬けより塩味がマイルドで旨味が強く、しかも柔らかくてご飯が止まらない我が家の鉄板おかずの一つです。最高じゃん。松前漬けってあのなんかブラッてなってるやつだよね。なんかブラッてなっているのをよく見かけるよ、テレビの通販で。あの、昆布みたいなのがブラッてなってて、ちょっと粘っこいやつ。そう、粘っこい感じのやつ。うんうんうん、あれとは違うってことなのかな。違うってことだね。これあれよね、その読まれたやつは調べていいんだよね。読まれたやつは調べていいです。あ、今だから、今はいいよ、調べて。米屋食品いいのね、数の子ソーラン漬けちょっと調べてごらん。あ、これはね、美味しいやつだわ。これ美味しそうだね。ソーラン漬けって何？ソーラン漬けって何？ソーラン節のなんかあんの？ソーラン節のソーランじゃない？わあ、あんまりでも食べないね。あんまり、そうだね、狙っていかないと食べないかもしんないね。母が函館出身であったことから幼い頃から馴染みのある味で、松前漬けは知ってるけどこちら知らないという方が私の周りでも多かったので、つどつど知人にはおすすめしていましたと。なるほど。ぜひお試しくださいだって。だからまあこの人はよく食べてて美味しいんだね。うん、思ってんだね。なるほど。ソーラン漬け、ソーラン漬け確かに好きそうだな。好き。そうね、数の子好きなの。数の子好き。あ、好きなんだ。な、一年中食べたいのに、なんか正月にしかないよね。いいもんだしね。あ、まあね、いいものですよ。実家で食うわ。あ、これお酒とかも合いそうだね。合うんじゃない？漬物だしね。つまみね。お酒飲まないけどこういうのが好きなんだよね。なるほど。はい、筋ネギ焼き、キヨ。え、ちょっと行ってみましょうか。はいはい。ババア47さんからの筋ネギ焼き器を、フライパンまたはホットプレートがあればご自宅でお店の味が再現できます。京都の九条ネギ、うわ、じっくり時間をかけて煮込まれた柔らかい牛筋とこんにゃく、で山芋入りのだし卵、完成後にかけるだし醤油、かつお節まで全て入っている。あ、買えば全部できるんだ、それでね。作り方も材料等が入ってる容器に材料や卵などを全て投入し混ぜて焼くだけ。ネギも全然辛くないネギ、ちょっと甘めに炊かれた牛すじ、だしもよく効いてお上品で美味しい味です。あ、これか。なるほどな。九条ネギもかなり厳選されて作成されていますので、たまに、作ってる方が、まあ、多分おじいちゃんなのかな、から、うん、今市場にええネギないねん、ちょっと待っててやというお電話もあったりするんだって。ああ、だから頼んだけどネギもう厳選してるから、うん、もうちょっと待っててねみたいなことを言われるってことなのかな。そうなの。全くお料理のできない方でも本当に美味しいネギ焼きがご自宅でいただけますので、ぜひご紹介します。ああ、それはすごいですね。ネギ焼きか。楽なのはいいよね。楽なのはいいよね。何よりいいよ。だって料理しちゃったら料理じゃん、それ。いや、わかる。言いたいことはわかる。まあ、言いたいことはわかる。取り寄せっていうか、料理したじゃんっていう。これならギリギリ OK だよ。いや、まあまあ、言いたいことはわかる。ちょっと料理感あるけど。うん、確かにね、ちょっと料理感あるね。うん、ちょっとそこだよね。ほんと二人はやらないもんね、基本的に。いや、そんなことないっす。あれ一気にこっちに来た。うん、何、最近何作ったの？あのね、レトルトのカレーを。あ、それダメだろ。それダメだよ。ひどかった。鍋で、鍋を使い、温めただけでしょ。レトルトのカレーを温めましたわ。鍋にお湯入れて、そう、温めただけでしょ。なるほど。温めた。それダメだろ。俺とほぼ一緒だよ。それカップラーメン作ってんのと一緒だよ。なるほどね。うん、まあ、料理だよね、でもね。どこまでが料理家問題って。でもない、そしたら何を使ったらとか。そう包丁じゃない。包丁、でも包丁使わなくてできるのもあるからな。そうだよね、包丁使わない料理もあるもんね。
あらあら、いいこと言うね、ドンさんね。こっち側かな。助けてくれるのかな、俺も。まあでも言うと俺も最近料理できてないけどね。ほら見ろ、うん、当たれ。じゃあこっち側だよ、全員こっち。俺が一番だろ、じゃあそしたら。いや、それは違う、それは違う。レトルトでは、レトルトには、レトルトではダメ。そう、それで料理とか言っちゃってるから多分俺より下だよ。でも、お皿は俺が用意した量、お皿だし。見た目はいい。行ってもらっていい？あ、次行きます？次行ってもらっていい？うん。続きまして。はい。これなんて読むのかな？岩泉。岩泉？短角牛っていうのかな？短い角の牛。短角牛。肩ロースステーキ&串焼き。きたな。何これ？高そうだな。俺今あれなんだよ。出てくるよ、さ聞きます。お聞く、うん、お願いします。おー、今なんか相談しなかった二人。いや、そんなことないですよ。してないよ、相談禁止だからね、うん、相談すると二人とも減るよ。パワーが。何ポチさんからいただきました。はい、はい、ちょっと待って、読み方短角牛でいいのかな。短角の牛、短角の牛、短角の牛、なんて読むんだろうこれ。短角牛かな。短角牛。短角牛で合ってる？うん。短角牛は岩手県を代表する和牛の一つです。うん。ああ。低脂肪で旨味の強い赤身肉が特徴で、女性にもすごく人気があります。放牧によって伸び伸び育った力強い味わいをぜひお楽しみください。力強いの。なんだろうねこのちょっとなんかストレートじゃないというか、なんか回りくどい言い方のやつ。不思議な柔らかい感じがする。どういう感じで届くの？あ、え？もう本当のあれじゃん。ステーキ肉みたいに来る。ステーキ肉。うん。パックみたいになってる。スーパーでパック買うみたいな。スーパーのやつだこれ。スーパーで。うん。これ紹介してもらってるのは短角牛だけの、もう牛。岩泉短角牛肩ロースステーキ&串焼きですね。あ、じゃあそういうセットのもの、そういうセットがあります。化粧箱入りっていうのも多分これかな。あ、ちょっと いいお値段。名前が分かんない。岩泉短角の牛、うん、肩ロースステーキ&串焼き。あれ今の OK なの？今だって 言わずに言ってくれたもん。え、何が？いや、いい、ドンさん。なんだよ、お前。何の話してんの？おい、お前。いや、名前を聞き直すのはいいのかな。ダメだよ、それは。あれ？でも今、ペナルティは入ってます、ちゃんと。あ、入ってるんだ。ちゃんとこっちでもチェックしてる方です。あ、入ってるんだ。お前、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 味方じゃねえのか。そういうとこ、ちゃんとお願いしますね。お前、覚えとけよ。書いておくか、ここに、ペイさんの。お金が発生するぞと。は、マイナス。いくつで今すげえ確認されなかった。結構お前のすげえ。値段は5250円。ああ、割とだね。割とだね。なるほど。いい値段。肩ロースステーキ 200g ってさ、うん。どのぐらいなの？ 1 人前ぐらい？ 200g って、1人、うん、1人ちょっと多いぐらいじゃないの？でも、お腹空いてたお昼には300はいけるよね。ああ。いや、いけんだろ、もう。いきなりステーキとかだったら300。いや、いけんだろ、もう。300あるね。お米食わなきゃいけん。ドンさんなんてあるねとか言っておきながら残す。こいつはいけない。いや、全然全然いけますよ。300。お腹いっぱいになっちゃったっつって。300いけますよ。300結構あるよ。300は結構ある。だから。150で結構、わーってなって。ご飯と一緒に食べたら多分ね、200はピッタだと思うよ。なるほどね。ピッタ。うん、ね、ちょっとご飯大盛りにしちゃって、いや、ほら、もう残した、今ので。今ので残した。いや、米が足らなくなるから絶対。米が足らなくなるから。バランスバランス考えて食えないから米残るんだ。串焼きの方はもう無理だわって言ってる。お腹ポンポン叩きながら言ってる。本当にそうなりそうだわ。なりそうだね。なるほどね。これでも結構料理するタイプだな、これはな。焼くだけでしょ、これでも。あ？あれ違うの？これ焼くだけじゃないの？焼くだけなのかな、これ。焼くだけでしょ。でも焼き方とかあんだろ？あるでしょ。あ、それは焼き加減とかあるだろうけど。加減な。ズッチーナさん。ズッチーナ。出てきた。わくさん、ズッチーナ。オッケー。オッケー。
ニニキネの焼きモンブラン。ニニキネは、うん、ローマ字で NINIKINE でニニキネって書くらしい。こちらの商品は商品名にモンブランとありますが、ケーキのモンブランとは全然違う商品です。危ねえっていうか、じゃあ何、ケーキではないってこと。ケーキではない、もう何言ってるんだか分からないね。パリパリとした皮の中にはバターの香り豊かなタルト生地に包まれている渋皮煮の大粒の栗が入っています。ほう冷凍で届くので解凍、冷蔵庫だと 2,3 時間、常温だと1時間ほど置いておく。あーなるほどな。解凍した後そのまま食べてもいいですが、おすすめの食べ方は解凍後に160度から170度のオーブンまたは 1000W ぐらいのトースターで 2,3 分焼いた後1分ほど放置して蒸らす。一度焼くことで出来たての味や食感、香りを味わうことができます。紅茶やコーヒーと相性抜群。なるほど。47クラブ、47クラブというサイトから購入することができます。で、多分これだよな、ニキネの焼きモンブラン、多分これだな、楽天で。なかなかいい値段するなぁ。え、あ、すごい。あ、12個入りか。でも12個入りで4320円。あ、6個入りでも2160円だ。大きいのかな、モンブランって。そこそこなんかゴロッてしてる感じがあるけど。そうね、でも栗に対してこれだから、うん、そうだね、栗包むぐらいだから、まあちょっと大きいか、うん、一口じゃ無理ぐらいな感じかな。そうだね、ギリギリ、うん、気になるな、これな、気になるな、うめえんだろうな。栗好きなんよね。あ、そうなんだ。結構好き。あ、そう。いや、最近食べれてないんだけど、ちっちゃい頃とかも大好きだったな。これを機にじゃあ、ありですね。栗は結構好き。いいね。なんかいいの。続きまして、あずささんから。うん。どうさめさん、テッドさん、こんばんは。こんばんは。この自粛期間中にお取り寄せをしたもので、ぜひおすすめしたいものがあり、送らせていただきました。だからもう最近頼んだんだね、この人はね。うん。それは、パウ&デリデマゲ。デマージュらしいよ。デマージュ。あー。デマージュ？うん。これ書いてくれないとさ、読み方とかね、マゲとしか読まないよこれ。パン&デリデマージマゲの検索しても出てこない。パン&デリデマゲ出てこない。パン&何で出てくるの。パン&出てきた。デリデ DE ね、 DE でマゲ、 MAGE MAGE だよね、マゲでしょ。で、ベーグルだな。のベーグルだって。なるほど。お店は兵庫県明石市にあるそうなんですが、ベースにても販売しており、私はそちらで取り寄せをしました。うん。単品販売もありますが、私のおすすめはセットで販売されているものです。お惣菜からデザートまで8つのベーグルセットなんですが、注文する季節によって内容も変わるそうです。あー。うん。あはーん。今、冷凍便で届きますが、解凍方法も簡単で、常温解凍でもいいし、電子レンジで1分ほど温めるだけですぐに食べられる。あー、いいですね、うん、なるほどね。まあいろいろ書いてくださって、まあベーグルは硬いイメージがありましたが、覆すもちもちの食感、中にはぐるっと一周、これでもかと具材がたっぷり入っているので満足感がすごい。朝とかいいな。朝ごはん、書いてある、朝ごはんやブランチもいいし、小腹が空いた時のおやつにもおすすめです。なるほど。ちょっと待って、俺もちょっと見たいな、これどこに書いてあるの。おまかせベーグル、これか、ベーグル、うわ、ベーグルあった。でもこれ買えるのか、なんかドーナツみたいじゃん、もう。なるほどね、温めると違うんだ。まあでも基本的に食パンも焼いたりするしね。焼いたらうめえもんな、パンなんつも。大体うめえもんな、パンなんつも焼いたらうめえんですわ。ダメージ、なるほどな。ダメージって読むね。ちょっと買うのにハードルが高いかもね。なんか抽選販売みたいな感じ。うそ。うん。あ、ほんと。あ、やっぱ人気があるのかな。だ、うそ。あー、じゃあこれダメだ。気になってんのに。企画としては合ってないかもしれない。買えないかもしれない。うん。うそ。あー、そうなんだ。なるほど、結構来てたのにな。
1週間後にでマジ当選発表だから、うわうわ、じゃあそっからさらにダメでしたってこともあるわけだもんね。ちょっと時間的に難しいかもしれないね。そうですね。だーん、じゃあやっぱ人気あんだな、美味しいんだ、じゃあ美味しいんだなこれ。なるまあね、一応ルールとして、まあうん、この期間中だから1週間はちょっと難しいかもしれないけど、うん、まあ、最低でも2週間ぐらいで、そうね、まあ、届いて感想を言えるようなものにしたいのよ、うん、そうだね、それが ね、 OK じゃないと、だって今だとさ、ほんと10年待ちの餃子とかあるからさ、うん、あんなに行かれた日にはもう終わりだからそう、ね、俺だって食べたいし、そういうの、うん、そうそう、ちょっとこれは NG ですね、頼めません我々は。そうですか。あれこういうのがあるっていうね、まあ、あるっていう情報だけは、うん、メモはしましたからね。なるほど。福岡、うん、竹千住、竹ちまき、あれ、あ、誰か好きな人いるのか。ちまき好きだな。ちまきだ、聞いとけば、ちょっと聞いてみようかな、うん、聞く。この城さん、どさんペサットさん、こんばんは。こんばんは。確か3人の中でもち米が好きな方がいらっしゃいましたね。もち米に限らずだけどね。お取り寄せしていただきたい商品は福岡の竹千住の竹ちまきです。本物の竹筒にちまきを詰めてあるので、温めた時に竹のいい香りが広がり、特別感を味わうことができます。レンジでチンするだけでいいと。おすすめは全6種すべてを味わえる竹千住。詰め合わせ6本セット4,515円。すごい、結構するね。あーでもこれ美味しそう、これうまい。竹ちまき、桜おこわ、鶏ごぼう、穴子あるんだ、貝バジル、カジエビ、竹筒に入っており高級感があるので、もうすぐやってくる父の日や敬老の日の贈り物にも最適だと思います。なるほど、これは贈り物いいですね、おしゃれ贈り物ね。あー、どれどれ、ちょっとこれいいね、これはいいですね。うまっ、うまい、もう食べちゃった。これうまいね。へえ、なるほど、これはいいね。あ、これいいね、うん、これすごいいい、うん、超美味しそうじゃん。あ、これいいな、なんか渡すのとかいいね。これ渡されたらおしゃれじゃない。おしゃれ、うん、あらってなるよね。これはおしゃれ。あら何ってなるよこれは。そうか、あー、なるほど、これいいもんですね、いいもん知れたね。え、これ前もあったの。え、そうなん、ん、鉄道さん、これ前もあったのなのに、すげえ前もあった。え、これは鉄道さんだよ、知らないよ、じゃないよね。え、違うよ、俺じゃないよ、それは問題だよ、これは前ないよ。だって2人気づいてた前あったなって。全然気づいてない。ほら、じゃあないじゃん。気づいてないけど、うちらがないっつってんだからないよ。これミモしたのかな。ミモしたミモしたの。見てたらヤバくない、同じページ見て、うん、すげえ、これすげえって、あーすごいいいね、プレゼントにもいいよねとか言ってたの、うん、言ってたのかな。あー見た記憶ねー、見た記憶ないけどな、本当に同じところ、うん、俺もない、見た記憶。違うちまきだよってコメントもあるよ。あ、メーカーは違くないって。あ、じゃあこれはさっきの人ペナルティだね、言って。あれ言った人が今マイナス点入ってるからね、コメント。じゃあ俺ら関係ないね。俺らも関係ないし、だでもペイさんは俺のことを責め立てたから、それも本当にまたマイナス点ですよこれは。やべえ、この鉄塔ルールがやべえんだよな、うん、ここでまた何か言うとそれでもマイナスになるから。前にも出ましたよ、ほんとに。ほら今あれだわ、201回この竹千住っていうワードでメール検索するわ、うん、あーあー、なるほど、これが本当にそれ出たらもう謝罪だよ。で全部マイナスポイント帳消してやからね、メーカーが竹千住。おいやおいおいや、出てます、出てません、出てません。あーおいやりやがったな、出てんだ、出てません、恥ずかしいじゃねえかよ、恥ずかしいな。でも1年も前の話だからね。え、それはもう1年経ったら大丈夫なルールだから、これは。そうなの、うん、いや見てたんだこれ、全然記憶ないな。見てないんじゃない、多分流したの、流したんだよ、多分流したんだよ。これこういうのって大体鉄塔さんが行くじゃん。そうだね、鉄塔さん行くよね、うん、まあ、ちまきだ、それは分かんないな。俺多分ちまきではいって言ったことないと思う。俺もないかな。みんな、萌えずんさんから、
谷城の皆さん、こんばんは。こんばんは。待ちに待ったお取り寄せ会、私が満を持して紹介するのは、石原水産のお魚屋さんが作った大人のマグロチーズです。お魚屋さん、ちょっとこれ知らなくていい？お魚屋さんが作った大人のマグロチーズ、これはうめそうな、麺か。あ、これだな、苦点である。あー、なるほどね、想像と全然違いました。サイコロ状のマグロの角煮、あ、角煮なんだ、とチーズが市松模様のクッキーのように合体しているおつまみ。うん、へえ、あ、へえ、こういうタイプ、ちょっと違った、うん、ちょっと想像と違った、違った、なんかお菓子っぽい、キャラメルっぽい感じがすごいあるけど、コンビニに売ってそう、ね、なんかあの、うん、壁にかかってそうだな。かかってるタイプのやつあるね、確かに。これは私が静岡の焼津魚センターを訪れた際に出会ったものなんですが、一口口に入れればもうやみつき、あっという間に一袋分食べてしまいそうになるくらい美味しい。マグロの角煮の甘いタレの香りが食欲をかきたてます。お酒が好きな人は絶対にハマります。もちろん私みたいにお酒があまり飲めない人もきっとやみつきになります。石原水産さんは他にもいろいろな水産加工品を通販してるみたいです。ぜひ皆さんにも楽しんでいただければ、ね、いや、こんなあっちゅう間に食べちゃうよ、これ一個じゃちょっとって感じになりそうだな。うん、あ、850円か。でもまあ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 な、そこそこするね。20袋以上なら800円にしてくれるって。850円、20袋、うん、20袋って結構だな。20袋結構だね。だって1袋15から18個って書いてあるよ、そこそこ。うん、あー、ケース買いができるんだね。ケース買い、うん、うまそうだかな。うまそうではあるが、なるほどね、なるほどね、なかなかいいですね。試食コーナーとかに置いといてほしいわ。あー、いいね。うん、全部食べちゃうな。食べてみたい。さえさんから、ほう、待ってました、お取り寄せ会。3年ほど前から年に2回ぐらいお取り寄せしている商品、それがズバリ菊水堂のポテトチップスです。以前マツコさんの番組で取り上げられていたのでご存知の方もいるかもしれません。ほう、あら、知りません。お取り寄せ会ではもしかしたら有名なのかもと。大人になったけどやっぱりポテチ好きだな、たまに食べたくなっちゃうな、買っちゃうなーって人にぜひ一度食べてみてほしい。出来たてで届き、賞味期限は製造日から2週間、うん、届いてから結構急いで食べないといけないので、届いてきてから平日の夜ご飯と休日のご飯が主にポテチになってしまう。まあ結構だからささって食べなきゃいけないって話なのかな。あ、うんうん、じゃがいもの味、どこ産のじゃがいもが使われているから記載されてますと、シンプルな塩味が本当に美味しい。お菓子というかじゃがいもを美味しく食べているという感覚。なるほど。定期購入以外ではいつも買える、いつでも買えるというわけではなく、受付期間が設けられていて、うん、売り切れたら次回の販売期間を待つという感じ。あ、だからこれいけんのかな。あ、確かに書いてあります。25日以降発送商品販売中、締め切りが21日までって書いてあるね、うん、なるほど。で、25日だから来週の月曜日に、うん、発送されるやつだから結構ギリギリかもしれない。ギリはギリなんだ。いけるはいける。わかんない。次の日に届くなら。なるほどね。あ、本当にだから出来たてっていうか、本当に作ってなんだね。だからこれだけ作った分を発送するから、また次できた時にまただよみたいな。なるほど。一袋が大きいな。通販でポテトチップス頼んだことねえな。ないね。コンビニでこと足りちゃうもんね。普通は 120g かける3袋かける2箱で注文できる。え、箱？箱でくんのか。マジか。箱？何袋？ 3袋が2箱だから6袋。うん。ああ、まあまあまあ。価格が1800円足す送料。なるほど。たまに大袋や小袋の販売もあります。ああ。大袋は12袋入り1箱、うん、送料無料で3600円。うん、まず25日から発送。でもやっぱ全然違うのかな。すげえ気になるわ。いや、なんかいい感じの味しそうだな。なんかさ、このさ、なんていうの、パッケージっていうの、うん、いい、よくないこれ。よい、これうまそうなんだよね、これ飾らない感じ。うん、
だから味もそんななんか飛び抜けてとかっていう感じではなく、まあ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 、ポテトだなっていう感じ、うん、あ、うまいなっていう、ポテトチップだなっていう、パッケージで中見せちゃうっていうのがやっぱすごいな。そうだね、だいたい見せないもんね、うん、銀色にしたりとかなんだり、癖になる何かがあるだろうな。うまいんだろうね、うん、これね、これうまいんだろうな。これはうまそうだな。あー、まあちょっと気になるわ。うん、気になるね、すごく。定期購入とかもできるんだ。あー、なるほどね、できるかもしれない、ね、うん、世界最強豚ゴリラさんのお供です。どうぞ、ペーサンテッドさん、こんばんは。こんばんは。今回のお取り寄せ、私がお取り寄せ、するものは愛知県キッチンお父様大友さんから出てる縁結びです。こちらの商品は鰹節、昆布、ごま、いわし煮干し、くるみに特製だし醤油を加えた生ふりかけです。ふりかけ、ふりかけ、なるほど。生ふりかけっていうのがあるの？それもう素材を、もう素材ぶち込んでるってことだ。そうなのかな、ふりかけ、あ、ぽいぽい。キッチン大友さんから出てる縁結びで調べたらゼクシーが出てきちゃった。あれ、つら結んだな。あーたたたたたた、あ、あー、あらー、これふりかけっていうか、なんか、なるほど。へー、だし入れてなんかやってって感じだ。作るんだ、ちょっとなのかな、うん、はー、熱々のご飯にはもちろん、おにぎりやお茶漬け、お粥、ポテトサラダにかけても美味しいです。全然ちょっと分かんなかったわ。炊き込みご飯とかしたら美味しそう。あー、あー、炊き込んじゃう、うん、あ、でも本当だ、お召し上がり方、なんかそれぞれをボウルに入れてかき混ぜて、うん、調味だしを少量、全体にしっかり染み込ませて、かつお節を加え混ぜ合わせると、ご飯にのっけたらもう、うん、そのかつお節もだしもついてくるんだね。ついてくるみたいだね、うん、全部入ってるみたいよ。なるほど、うーん、うめえ、なるほどな。これは気になるな。これうめえんだろうな、多分な。これうめえな、これうめえな、うん、これ、トリプルひじクラッシャーさんからのお取り寄せ。大将さん、こんばんは。こんばんは。ネットショップといえばトリプルひじクラッシャーにお任せください。そうなの？そうなんだ。名前からはあんま分かんないけどね、うん、今回ご紹介したいのが福井県鯖寿司3種食べ比べセット、焼き鯖寿司、醤油香る焼き鯖寿司、鯖寿司匠です。鯖寿司匠、これが、こういうセットのがあるってことなんだよね、多分ね。サバ寿司は召し上がられたことあるかと思いますが、焼きサバ寿司をご存知でしょうか。無限に食べられるかと錯覚するほど香ばしく飽きのこない味付けとなっております。サバの青臭さが苦手だなという方にもおすすめですよ。そもそも臭みが少なく、焼くことでさらに食べやすくなっています。お値段は少々しますが、まさにいかがでしょうか。いや、これうまそうだな。これね、めちゃうまそうだわ。4216円。まあ、いや、でもサバ、これはうまそうだな。サバ寿司うまいな。これうまそうだね。これはうまそうだね。だってサバめちゃめちゃでかいよ。これでかい、半分ぐらいサバだよ。サバマジでかい。これうまいですね。うまいね。これはうまいですわ。あれ、食い切れるのかな。三セット、どんぐらいで3日間、気持ちが3日間でしょ。ああ1日間で俺これ食えるきれるかな。北海道に関しては配送に2日かかるから、到着日が賞味期限になる。やば。あ、でもそれでももういけますよっていう自信があるんだよね、うん、だからね、うん、お召し上がり目安3から4人とか1人なんだとちょっときついのか。3日だよ、ペットさん、3日いけるから。まあ確かにね。俺サバ、どんだけサバ毎日食うんだよ。いやでも美味しそうだね。美味しそうだな。これはバカトラ、これは強いな。これ強いね、ちょっとね。これ強い、好きなんだよな。なるほどね。小町さんからのおすすめ。どうさん、ペイさん、ペットさん、こんばんは。ん、はい、今回のテーマを取り寄せということで、ぜひおすすめしたい一品です。ん、明太子でおなじみ福屋さんで取り扱ってるゆず鶏皮唐揚げです。以前母が明太子を送ってくれた時に一緒に入っていたのですが、それはそれは美味しかったです。
柚子胡椒がピリッと効いて、あーダメでした残念。鶏皮ってどうなのと思ってたんですが、これめちゃくちゃハマってしまいました。なるほど。しかもこの鶏皮の面白いところは、冷凍のまま、もしくは解凍して冷たい状態で食べる。え、いやこの写真、小腹が空いたなって時に冷蔵庫開けてポイポイ食べられる。いや写真うまそう。ちょっと俺も見ていい？なんでこのビールも、あー、ビールもうまそうだね。ビールも置いてあって。本当ね、後ろにビール置いてあって、なんか緑も添えられてて。あ、これうまっ。超いいじゃん。これはうまそうだな。このままいける感じなのか。600g。でも冷凍できるやつだ。冷たいままいくのか。ゆず。うん。冷凍のままや解凍しただけの冷たい状態でいただくのがおすすめだって。へえ。これからちょっと暑くなってくるときにはすごくいいんじゃない？なるほど。ゆず抜いてくれねえかな。しそうだね。いや美味しそうこれ。美味しそうだね。これ美味しそう。はあ。そうか。唐揚げ好きだしね。唐揚げそう好きなのよ。唐揚げたまらんね。好きなのよね。ちょっとね。ちょっと口が動いた。口が動いたな。あの酸っぱい口したんじゃないの。原さんから。のぞめさん、テトさん、こんばんは。こんばんは。テーマがお取り寄せということで、私が紹介したいのは広島の新名物必殺ホルモン焼きゴーダイキングさんのホルモンバーグです。といっても何年か前からテレビでもう紹介され出していたので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。ほう。ゴーダキングさんは名前の通りホルモンに力を入れている美味しい焼肉屋さんです。そこの名物がホルモンバーグ。ホルモンバーグとは鶏ミンチと豚ミンチなどを使用した種に生姜や軟骨、ミノに生姜、ニラ、ニンニクが入っており、そこに秘伝の塩だれとネギをかけて食べるいろんな食感や風味が味わえる絶品バーグです。全国ご当地 B 級グルメ1位にも輝いたことがある至極の B 級グルメをぜひ食べてみてください。あれ、ちょっとホームページが開けねえ。残念ながら現在お店は営業自粛中ですが、通販は通常通り行われており、不幸中の幸いというか、普段なら 2,3 ヶ月待ちのところ、今なら1週間から3週間で届くそうです。あら、ああ、間に合わない可能性、間に合わない可能性、姫姫、あ、開けた開けた、姫姫だな。いやでもうまいわ。あれ、これなんか焼肉屋さんだな。ホルモン焼きゴーダキング、これ違うのか。これ焼肉屋さんだな。焼肉、俺多分同じページ見てるな今。ホルモンバーグか。でもここの店で出てるホルモンバーグが、うん、あ、ある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 。ある。これがネットでいけるってこと？そのサイトが、いけるな。めちゃ重い。めちゃ重いけど、ホルモンバーグ2個入りってやつが2000円で売ってたりする。なるほど。開けぬわ。ちょっと重い。重い。すごい重い。もしかしたらみんなで調べてんのかもしれない。焼肉屋さんの。そうなんだ。普段は3ヶ月待ちとかなんだ。すごいね。すごい。写真見てもさ、どういう感じなのかが、ちょっと確かに分かんないね。なんかハンバーグっぽいけど、まあ中に入ってるってことだね。多分ホルモンとかがこうギュギュってなってるんだよ。いや、うん、うまそうな気がするな。ジャケうまいんじゃって書いてあるもんね。はあ。じゃあドンさんからお願いします。およし、じゃあ私が、はい、決めましたのは、はい、はい、SGGK インターナショナルグループ、おうちでマジ牛タン。なるほどなるほど、かぶりました。あマジでカウンター、お前牛タン行くんかい。あー、なるほどね。かぶったか。俺は牛タン行くだろ。牛タン行くんかい。ね、俺は牛タン、2人はかぶりましたよと。なんだよ。え、これポイント、これポイント的に言うなら、ポイント的にはペイさんがあれなんだけど、おうおうおう、なんだかんだでドンさんもね、実はそうでしょ。え、そうだよね。なんだかんだでマイナスが実は、いや、一回聞いてたんだよ。嘘、一回聞いてた。いや、俺なんかマイナスした。なんだかんだでマイナスがあったで、ここはじゃんけんでお願いします。ベーグルの時聞いてたから。じゃあ俺が合図するから、うん、言ってね、それぞれじゃんけんの出したやつを。
え、これでさ、じゃあ俺負けたら、うん、もう一個じゃあ今選んで、うん、いやもうあれ一回俺の待ってだから。ああそういうこと。そう。なるほどね。でもそうそうそう、待ったところで別にあの有利不利ねえからな。俺のだから俺に被るかもしれないし。ああそういうことね。そしたら、そしたら俺が辛くない？そしたら。そうだね。辛いね。そう。じゃあ行くよ。うん。最初はグー。じゃんけんグーチョキおい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 ということでドンさんが見事ありがとうございます。 SGK の牛タンよし頼んでください。よしよしよし、うまいだろうねそれね。俺は牛タン、それさ食べに行きたいこんな時期だけどダメです1キロこれは俺それさ絶対消費できないと思って頼めなかった。いや1キロ買うでしょどうせ。今買うよね、うん、食べれるもんね。二人じゃ無理だろ。二人じゃ無理だよ。四人だ。嫁がいくら大ぐらいだからっつって無理だよそれは。いけるんじゃないかな。五百でもたっぷり 500g が2500円。なんかいろいろあるのかな。2パック以上あんのかな、分かんないけど、うん、2から3とかなんかいろいろあるっぽいから。うん、いただきますおうちで。なるほど、いいですね。じゃあ続きまして私発表させていただきます、うん、私が選びましたのは福井県サバ寿司3種食べ比べセットでお願いいたします。ありがとうございます。行きましたか、テッドさん。行きました。かぶりました。いやダメだよダメよテッドさん、それはダメよテッドさんペイさん、それは残念だけどダメよテッドさん、かぶりました。かぶりましたじゃないの、かぶってないの、権利がないのペイさんには、残念だよペイさん、あそれはペイさんが牛タンを選んだんだからね。これ似たくなったの。あ残念だけどごめんなさい。僕はそのゆず鶏のね皮から揚げと似たくだったんですけどあやっぱちょっと食べたいなって思って。なるほどね、かぶりましたなので、僕はもうほんと見事1位指名でサバいただきます。ありがとうございます。あすごく楽しみ、ほんとに楽しみです。それはうまいよ。ありがとうございます。ちょっと待って。ペイさんは亡くなったってことでね、じゃあね。ないのか、亡くなったって場合は、もう頼めない。やだよ、やだよ。脱落脱落。だって、亡くなっちゃったんだもん、2つって。どっちな。かぶったんだけど。かぶってないのよ。それは順番があれだっただけだから。俺がだって1番目に行ってたらね。うん、ペイさんは被ったとは言わなかった。だって残念だけど、ぽくなくない、ぽくなくないって何、鉄道さん。あ、鉄道さんが、うん、なんで俺が被りに合わせていくの。でもこの人米結構好きでしょ。いや俺米好きよ、うん、米類好きだから、うん、行きそうだなと思ってたけど、行くよそれだ。ペイさんどうする、もう選ばないようにする。ちょっと待って、今選ぶまあいっぱいあるからね。まあまあまあ、いいのまだまだいっぱいいいのはありますが、うん、どうしますか。ちょっとこれ見させて。どうしますか。違うな。何にするのかな。どうしますか。じゃあ。どうか。わかりました。お。か。サバ寿司3種。食べ比べセット。なんでなんでなんで。お。改めて。改めてだ。これ。改めた。改めたね。結構かけたら大丈夫とかじゃないの。改めたね。ああそういうパターンね。何よそれ。改めたパターンね。いやいいよ、じゃあじゃんけんしてやろうか。おい本当に。いいよいいよいいよ、やったね。でもこれで俺勝ったらお前じゃあなしでなしね。じゃあペイさんはえだって2個いってね、2個ダメだったらいやそうだね、それはそうだね。俺はもう1個あるわけだから別に大丈夫。そのぐらいのやっぱリスクを持たないとダメだね。そういやそこはリスクしょってほしい、ちゃんと。私カズノコソーダ漬けにしますすぐ折れたな。なんでそのすぐ折れちゃうのだって何も買えないの嫌だもんそのリスクはやっぱ、はい、私、カズノコのソーラン漬けにします。そう。まあやっぱね、うん、こういうの好きだから。ああ、まあそうだね。そっちもいけるからね。でもまさかね、そうだな。うん。いや、だからといって、うん、これは楽しみの中に入ってますから。まあ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 。
なるほどね。ありがとう。はい。というわけで、はい、まあちょっと、これでも実際に頼めるかどうかが。